した、フィーグ。何かものすごいエネルギーがこちらへ向かってきます。ものすごいパワーだと？敵の兵器か？わかりません。とにかく異常なパワーです。ぶつかる！何だったんだ一体。みんな無事か？はいはい。何でしょうか今の光は。敵の開発した新型兵器じゃ。そんなわけねえよ。こうして俺たち無事なんだから。ジョイ、外を見てみろ。はい。夜になってる。何？雪はどこ行っちまったんだ。どういうことだこれは。リーグ、熱源探知スコープオープン。全方向反応ありません。金属反応は？金属反応、放射反応ともにありません。何？こちらドラゴンファイヤーナンバーセブン。こちらドラゴンファイヤーナンバーセブン。ナンバーワン応答願います。ナンバーワン応答願います。誰でもいい、もう頼むから応答してくれよ。リーグ、 SPBM セーフティーロック解除。え？しかしそれは最高司令官の命令が。構わん、本機はこれより作戦コード0067を発動させる。ひゅー、こいつは面白くなってきやがったぜ。ん？なんだ？わが！ジョイ！うわ！はい？化け物は。これが敵の新型兵器なのか。あの雪はどこへ消えちまったんだ。ここは一体どこなんだ。
驚かしてごめんね。もう大丈夫だぜ。モンスターね、噂は本当だったんだ。ああ、これで仕留めたのは3匹目さ。すると黒魔術の人たちが蘇らせたっていうのも本当なのかしら。さあ、俺には白魔術だの黒魔術だのなんて関係ねえもん。関係ないって。あ、いで。怪我してるじゃない。そこに座って。いで。おとなしくして。痛くないから。ね、痛くないでしょ。治癒の術よ。お前、白魔術が使えるんだったら使えるって早く言えよ。サンキュー。あんたホワイトカーニバル見に来たんだろ。リムスティックまで送ってってやるよ。魔法にあまり興味がないみたいね。ああ、魔法なんて俺には全然関係ねえもん。俺は俺、フィーグカムラさ。え、じゃああなたがドミール司教のところの居候？あ、居候はねえだろ。あんたドミール司教知ってんの？アナップルの谷底で死にそうだったあなたをドミール司教が見つけて復活の術で蘇らせてくれたんでしょ？らしいな。でもドミール司教に助けられたことも、その前に自分が何をやっていたのかってことも全く記憶にねえんだよ。くそ。ごめんなさい。ま、いいさ。それよりあんたの名前は？私はリエル。この子はウリムよ。リエルか。さあ、キャッスルに着いたぜ。ドミル司教、リエルっていう女の子。なんだ？ここは。何が起こってるんだ。落ち着けフィーグ。これはシェリンバーさんの遠隔ビジョンだ。はっ、はい、これはザナドゥ王宮。姫。姫？黒魔術がとうとう。陛下、ここは陛下。陛下、不意を打たれました。このままお逃げくださいませ。己、黒魔術の奴らに指揮を取る者は誰ぞ。お呼びですかな、国王陛下。お前はレイクソウル公爵。己、レイクソウル。家臣の分際でこの私に刃を向けるとは。あなたはもはや国王でも何でもない。アゴラ。ああ、ザナドゥ王朝の三種の秘宝の一つ、クリスタルは確かにいただきましたぞ。下がれ、ブレア。元の国王陛下様、残りの二つ、筋力石とドラゴンスレイヤーはどこにあるのですかな。ドラゴンスレイヤー？いや、何もおっしゃらないで結構。脳に直接聞きましょう。なんと、筋力石は王女のリエルに預けたのですか。ドラゴンスレイヤーの隠し場所はあなたでもわからないとな。代々大司教に死の形で伝えられているのか。ザナドゥ国王の証である三種の秘宝、弱くの三つを必ず手に入れてみせますぞ。そしてこのザナドゥを黒魔術の支配する悪の王国とするのだ。者ども、まずはリエル姫を探し出すのだ。早ー。私めは今不吉な夢を見たような気が。お姫様とかバーヤとかって。フィーグ、そちらにいる方こそザナドゥ王女リエルデ・ミラン・ブライレント様だ。何？
黒魔術の奴らめ、クリスタルを手に入れた今、必死でリエルの筋力石を探すことだろう。私はザナドに戻ります。ダメです。でもよし、行こうぜ。あ、都屋さ、俺のフローバーだったらひとっ飛びだぜ。フィグ、フィグ、バカなことを言うな。うるせえ。都であんだけ人が殺されまくってんのに助けることもできねえのかよ。それが白魔術ってやつなのか。だからってリエル姫を危険な目に遭わせていいのか。この俺様がついてんだぜ、心配すんな。余計心配じゃ。なんだと、喧嘩売ってんのかてめえ。姫様、どうしても行くというのならこれを持って行きなされ。バヤ、ありがとう。お気をつけて。それ見ろ、しっかり捕まってろよ、フィグのバカ野郎。ドラゴンスレイヤーね、どっかで聞いたことあるような気がするんだけどな。何ブツブツ言ってんの。リエル、さっきドラゴンスレイヤーとかなんとか言ってたけど、それってどんなものなんだい。剣よ。剣。そう、もちろんただの剣じゃないわ。暗黒竜を退治することのできる唯一の武器なの。暗黒竜？ええ、今から1800年の昔、この世界には平和に奉仕する白魔術の民と、攻撃を目的とする黒魔術の民という2つの民族が争っていたの。魔法同士の戦いはこの世に混沌を生み、ついには闇の世界より暗黒竜を招き寄せてしまったの。それがキングドラゴン、ガルシスよ。暗黒竜は破壊の限りを尽くし、この世は滅びかけたわ。その時になって、やっと自分たちの過ちに気づいた2つの民族は、争いをやめて力を合わせ、暗黒竜を倒すための剣を作り上げたの。それがドラゴンスレイヤーよ。選ばれた一人の勇者がその剣を握りしめると、山をも貫く力が生まれ、その剣を一振りすれば、イカズチが大地を切り裂いたの。激しい戦いは3日3晩続き、ついには暗黒竜も自ら闇の世界へと逃げていったの。その後、勇者は2つの民の長となって、世界を1つに統合して永遠の楽園ザナドゥと名付けたの。そして攻撃のための魔法は永遠に使ってはならないと禁止させたの。その勇者こそザナドゥ王朝初代国王、クーブラカンよ。なるほど。そんでドラゴンスレイヤーってのは今どこにあるんだい。私は知らないの。え、クーブラカーンはドラゴンスレイヤーとクリスタルと筋力石をザナドゥ王家の3つの象徴として、そのうち力の象徴であるクリスタルと心の象徴である筋力石は手元に置いたけど、なぜかドラゴンスレイヤーだけはどこかへ隠してしまったの。隠した。そしてそのありかを歌に託して、白魔術の大司教にだけ教えて、代々語り継がれているということよ。やりましたわね、あなた。ついに暗黒竜を招き寄せる時が来たのだ。でもそのクリスタルだけで本当に大丈夫なの。心配するな。このクリスタルと世の魔法の力をもってすれば、闇より暗黒竜を呼び寄せることなど、赤子の手をひねるも同然。しかしその暗黒竜が我々を襲ってきたらどうする気なの。だからモンスターどもに筋力石とドラゴンスレイヤーを探させておるのだ。ドラゴンスレイヤーさあれば、暗黒竜も必ずあなたに服従するというわけね。というわけだ。あなたがザナドゥの王となれば、私は王妃。この世の栄養映画は思いのまま。そのためには多少の危険は仕方ないと世に謀反を進めたのは誰だったかな。男の本領が行動ならば、女の天分は企み、もし失敗した時は死ぬだけのこと。恐ろしい女よ。なんだ。いや、先ほどからお話に出てくる暗黒竜とは何なのかなって。いやその です。さあ、我が夫よ、心おきな。どんなぞよ、インレスゴラドウワザメウワザメ。
めんわらめん。さあクリスタルよ、我が黒魔術に力を貸せ。そして天と地に潜みし暗黒の精霊たちよ、我が黒魔術に集え。これは計り知れぬ魔力を秘めた生きている要塞のような。いずれにしろこれだけのものがあれば恐れるものなど何もない。なんで竜じゃなくてウニのお化けじゃねえか。霧が出てきたな。霧の砂漠を越えるのが近道だって聞いたことがあるから、このルートでいいんだわ。しかし霧ってこんな色してたっけ。え、どういうこと。いや、なんでもないよ。ところで今度の黒魔術の奴らのことだけど、禁止されていたのになぜ。黒魔術を悪のために利用しようとする闇の人々がいるという噂はあったわ。噂は本当だったというわけか。ましてレイクスウォール公爵がそうだったなんて。リエル、いてぇ。なんだ。えぇ、こんなのあり。どうしたの。顔出すな、頭下げてろって。いてぇ。なんだここは。そういえば途中に岩が飛ぶ空があるって。それを早く行けよ。くそ、ラダが効かねえや。これは綺麗だ。ありがとう、リエル。お父様。違う。ここは。よう気がついたかの。ついて。ピーグ、ここはどこなの。さっき変な男が。ピーグ、あ、今の音もしかして銃声。まあ気がついたのね。大丈夫、どこも痛くない。ようこそ我がアーケオプテリクス号へ。私は船長ユイリ、こっちは一等航海士のアテナス。そして、あ、いたいた、こちらが白魔術のタストン大司教よ。この人がタストン大司教様。フィーグはずるいわよ。そうだよ、剣の練習してんのにすぐ銃を使うんだもの。悪い悪い、でも俺ってどういうわけか剣より銃の方が使いやすいんだよな。なくないのよね。なんで銃の方が使いやすいんだろう。こんなもんでどうかしら。あら、とってもおしゃれ。それほどでもあるけど。あ、その服はな、まだわしが若かった頃趣味で集めたもんなんじゃ。ほれほれ、まだまだあるぞ。ごめんなさい。姫よ、大事なものを返すの忘れとった。金属石と弓矢じゃ。ありがとうございます。大変なことが起こりました。
ただいま黒魔術の巨大な生き物のようなものがデュースックに突如襲いかかってきました。何？ああ、建物が壊されていく。白魔術のシンボルキャッスルも一瞬にして真っ二つだ。そして巨大なものからはモンスター軍団が降下してきて、平和的で無抵抗の人々を皆殺しにしていく。やめてくれ、これは戦いじゃない、単なる虐殺だ。やめろ、やめてくれ。ザナドゥに栄光あれ。野郎ども、女子供には手出すなよ。おお、かわいこちゃん。待ってちょうだい。こんなことならウリムを連れてくればよかった。バーヤはどうしたのかしら。大丈夫じゃよ。主だった連中はおそらくイナディールに逃れているじゃろうって。イナディール？ザナドゥーに、わー、ただ一つある独立国よ。この霧の砂漠の中のここにあるのよ。ふーん。イナディールの司令官のカーラは女ですっごく綺麗なんだから。よし、イナディールの独立を守るためにもこの私がすぐに行かねばなるまい。だいだ、黒魔術の連中が次にイナディールを襲うとは限らないでしょ。いや、襲う可能性の方が強いであろう。奴らはこのザナドゥ全体の支配を企んでおるのじゃ。ラジオで言ってた巨大な生き物ってのは？それが伝説の暗黒竜かどうかは分からんが、おそらくそれに準じたものじゃろう。ではそれを倒すためにはドラゴンスレイヤーがなければ。その通りじゃ。今日のこの事態を予測したからこそ、わしはその幻の剣をこうして必死に探しておるのじゃよ。それでは大司教様は。ドラゴンスレイヤー、そは正義の剣、火の誕生と霧の砂漠の神殿に眠る。これが白魔術の大司教に代々伝えられてきた幻の剣の在りかを示す歌じゃ。霧の砂漠って言えばここじゃないか。しかしさすがのわしの魔法をもってしても未だに発見できずにおるのじゃ。今から王宮へ行ってもお父様が生き返るわけでもなし。とにかくイナディールへ行ってみましょう。ここがイナディールか。ドミール司教、ここの司令官を知ってたら紹介してくれないかな。共に戦いたいって。おう、それならばちょうどいい。おお、司令官殿、ご紹介申し上げます。こちらがザナドゥ王女リエル姫でございます。あら、イナディール軍司令官のカーラです。非常時ですので馬上にて失礼いたします。厄介をかけると思いますが。姫こそ父君を亡くされてご昇進のところ、ようこそイナディールへ。俺フィーグってんだ、一緒に戦わせてくれよ。今は一人でも多くの味方が欲しいところ。やりー。だが戦いは専門家に任せて、素人は引っ込んでいてもらおう。足手まといだ。ああ。失礼。筋力石はおろか、リエル姫を見つけ出すこともできず申し訳ありませんでした。リムスティックに攻め入る前にフィーグとかいうガキと出て行ってイナディールに向かったそうだ。それは好都合、このまま一気にイナディールへ攻め込みましょう。だがまた事前にどこかへ行かれる心配もある。そこでだ。はい。いいか、イナディールではなくリエルをな。
誰に聞かれる心配もないのにひそひそ話をするのはよからぬことを企む時の人の常。いやしかしそのような卑怯なことをしなくても。卑怯は、いや、いやしくもモンスターといえども我々は戦士です。戦士ならば正々堂々と戦って。黙れ。しかしどうしても嫌だというなら。お前たちを蘇らせた命の恩人である世の言うことは何であろうとも聞けるはずだが。どうも変なんだよな。なんかおかしいんだよこの世界。何が？何がってほら月って二つだったっけ。何バカなこと言ってんの。それに星も嫌に大きいような気がするしさ。なんか変だよな。フィグってもしかして、うん、他の星から来たエイリアンだったりして。え？ごめんなさい、怒った？え？いや、よかった。でも本当に俺昔何をしてたんだろう。本当にエイリアンなのかな。まさか。あ、あれはどうしたの。あれはフィーグ。あれは、あれはか。フィーグとか言ったな。これは半年ほど前にアナップルの谷で見つけたものだが。こいつを俺は知っている。まことか。こいつの動かし方がわかるというのか。まさか兵器じゃないだろうな。くそ思い出せない。くそ。ザナドゥ王女、リエル姫様ですね。はい。司令官様がお呼びです。こちらへ。え、司令官って、彼ならあそこに。どうぞ。誰？リエル！早く行け。リエルを変えて。また会ったな小僧。てめえなんかに会ったことねえや、このクマトカゲ野郎め。まだまだだ小僧。ほらほらほら。また会おうぜ小僧。しかし私は卑怯者と罵られながらもリエル姫をさらうことに成功して。何が成功だ。これは筋力石ではなくただの石だ。ただの石。本物はこれ、ここだ。大司教様はね、お姫様が狙われてると思ったからわざと偽物と取り替えておいたんだって。はあ、さすがだよね。よくあるワンパターンよ。あら、あった。もう、まあ、レイクソールは権力石が本物でなかった以上リエルを殺してしまうことはないだろうって。だといいんだけど。とにかく大司教、今のうちに少しでも早くドラゴンスレイヤーを見つけてくれよ。分かっておる。何かあったら心の中でわしを呼べ。どんなに遠くにいてもわしには聞こえるし、わしの声もお前に届くはずじゃ。しかしレイクソール様。言い訳はもういい。アゴラよ、近頃貴様は何かとわしに立てつくな。罰を与えねばならんようだ。いや、我が黒魔術の罰とは全て死刑であることは知っておるな。レイクソール様、何とぞ。レイクソール様。
イナディールを滅ぼした後、ゆっくりと処刑を楽しんでやるわ。レイクスウォール、いつからロリコンになったの？そうではない。生き血を吸い取りやすいようにしたまで、王族の生娘の生き血は、より強力な魔術の源というからの。それにしても、女の私でも惚れ惚れするような初々しい体。私も生き血をいただこうかしら。魔法のためではなく、若返りのためにか。言ってくれるわね。冗談はさておき、一気にイナディールを叩き潰してやるとするか。そうよ、ザナドゥを支配すれば、金緑石もドラゴンスレイヤーもいずれは手に入るの。フィーグ、やっぱりこれに乗ったことがあるような気がする。どうやったら動くんだ、ドラゴンスレイヤーじゃなくて。あ、くそー、ここまででかかってんだけどな。クロマジスが攻めてきた。全員戦闘配置につけ。何？なんと山を崩して進んでくるとは。第一陣撃て！モンスター軍団出撃。ちくしょう、思い出せ、俺はこいつに乗ったことがあるはずなんだ。くそー、動け、くそー、動け。搭乗員の生命反応および識別チェック終了。ナビゲーター、フィーグ・カムラと確認。俺の名だ。オールシステムオープン。動いたー。やっぱりこいつは俺の過去と深い関係があるんだ。でも今はリエルを助けなきゃ。行けー、やっほー。行きやがる。見苦しいクズどもめよ。第三陣全滅。第四陣突破されました。第五陣怪しい。地球援軍を全員出撃。何としても敵を町に入れるな。こうなっては。カーノ様、危のうございます。三本足。いや、よう、足手まといが助けに来たぜ。やつら任しときな。フィーグ、いい気になるんじゃねえぞ、モンスター野郎。あら、妙なものにモンスターどもがかき乱されているようですわね。少しは骨のあるやつが現れたようだな。のう、ディエル姫様。俺のもんだ。俺が見つけたんだもん。そりゃ汚ねえがな。だって、俺のもんだって。アゴラ様、おとなしくしてくんなまし。草の味はいかがでけすか。その弓矢は何だ。グレディアンスか。リエル姫が持ってたもんで。おそ、白魔術の弓矢だな。あらしいでゲスが、もうアンゴラ様には関係ねえこって。おそ、ガラー。暴れても無駄ですぜ。あんだ、その弓矢の威力を試そうでねえのな。そいつはいい、やろやろ。迷わず成仏してください。なに、やめろ。次はお前だ。クソ、化け物め、びくともしやがらねえ。フィー、リエルはその中に囚われているはずじゃ。そんなことは分かってるよ。そんなことよりドラゴンスレイヤーまだ見つかんねえのかよ。残念ながら。
あなた、いつまで遊んでるの？早くイナディールを炎の海に沈めて。レフィは派手好みよの。しかしそのためには力をつければ。ではリエル姫様、その甘美な生き血を私めに。なんじゃと？うそー！ほら、あそこ！ほう、これじゃ。日の誕生と朝日のこと、神殿とは地面に映る岩山の影だったんじゃ。じゃあ、ドラゴンスレイヤーは？な。ほう？あれは？あれじゃ！やったー！なに？ドラゴンスレイヤーが見つかった？よし、すぐ行くぜ！なに？ドラグスレイヤーが見つかっただと？よし、空挺兵団出撃！ドラグスレイヤーを敵に渡すでない！それ！ガーッ！びくとも仕上がらねえや！うわ、敵が来ちゃった！え？あぁ！奴を殺せ！くそぉ！恐れることはない、フィーグ。ドラゴンスレイヤーある限り、ドラゴンスレイヤーある限り、ドラゴンスレイヤーある限り、抜けろ！指一個前！にゃー！撃てー！うわー！やだー！あらー！なんだこりゃ！大司教、どうなってんだよこりゃ！ボロボロじゃねえか！何が伝説の剣だ！あいつら呆れて帰ってく。偽物だと？そうであろう、そうであろう。そう簡単に幻の剣が見つかるはずがないわ。一気にイナディールを焼き払うぞ。フィーグ、必ずドラゴンスレイヤーがお前を守ってくれるであろう。わかったよ。こうなりゃこんなボロケンでも信じてやるぜ。行くぜ、三本足。リエル、今行くぜ！いや、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 いや！うわぁ！うわぁ！ゲームのベルデンサムだ！クリスタルよ、我に力を！あっ！行くぜ、三本足。だー！くそ、あの殻をぶち破るには一体どうしたらいいんだ。この三本足の火薬を目いっぱい使ってぶち当たれば、あるいは。でもそうしたら、こいつはぶっ潰れて俺の過去を探ることはできなくなる。どうすれば、どうすれば、どうすれば。リエル、うわあ、こんちくしょう。それやってー！うわー！どけどけどけ！てめえらと遊んでる暇はこっちはねえんだよ！たーく！リアル！ドラゴンスレイヤーを持った小僧だと？確かか？はい！ものすごい勢いでこちらへ向かってきます。その剣は偽物だ。叩き殺せ。いいく、リアル
あのリエルって女の子見ませんでした？あ、見なかったらそれで結構なんですけどね。いや、わちゃちゃちゃ、まあ、もう筋力石がだ。そうか。ですからその、やっぱり許してくれません？あの、一つ話し合いで。なんだ？いくぜ！レクソル様、お逃げください。さあ、お早く。なんでヨが逃げねばならんのだ。あの剣は本物です。それはもうものすごい威力で。バカ者、偽物のボロ剣にどんな威力があるというので。しかし現に奴はそこまで来ては。ディエルを返せ、この化け物め。フィーク、化け物だと？世のどこが化け物だ。許さん。もう魔力を弾いた。ディエルを返せ。ねえデビ、どうしよう。あれは本物のドラゴンスレイヤーだ。こっち向かないでよ化け物。しょうがないわね、お若いの。その剣を押して。えらい。ありがとう。爪の甘いナイトだこと。どんな最後がお望みなの？レフィー、アゴラ。あ？どういうこと？何の真似だ、アゴラ。もうあんたの命令は受けねえってことさ。くそ、ふざけやって。皆殺しにしてくれる。大丈夫か？ピアル！助けになど行かせぬわ！くそ！あのクリスタルさえなければ！ドラゴンスレイヤーなど世の魔力とクリスタルの前では。お嬢さん、その弓矢であのクリスタルを射るんだ。ダメ、私には無理。その弓矢の持ち主が自分の手で射るんだ。でも死ねえ構図。早く。お、何事だ。クリスタルが。フィー、レイクソールに渡さないで。分かってる。やろ。みんなこいつのせいで。なんだ。何？この光は何だ。剣が、クリスタルが剣に。まさかそれが本当のドラゴンスレイヤー。てやったー！嘘みたい！
見事であったゾフィーグ。そして姫の弓矢には黒魔術に染まったオイラとクリスタルを清める力があったのさ。サンキューアゴラ、リエルをかばってくれて。俺は愛に目覚めただけさ。あ？よく言うぜ。なあ。それ受け取れ。あ、バカ。あ。いい気分だ。フィーグカムラよ、ザナドゥ女王リエルテミラン・ブライレントは汝に戦士アデプトの称号を与える。謹んでお受けいたします。やったー。ちょっとワンパターンだけど。ドラゴンスレイヤー伝説がまた一つか。血で血を洗うザナドゥの戦いは始まったばかりだというのに。